血は牛本部だみたいな、うん、いうことを聞きなさいってやったらやっぱりうまくいかない。フランチャイズチャンネル。いや本当フランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね、詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます、まあ、そういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズに出会ってもう人生変わったんですよね。もう本当正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけでこの番組はフランチャイズ相談所。今回もまんま茶の三原社長にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、フランチャイズがどんどん、まあ、広がってるというか、はい、そういう形なんですけど、それだけ多くの人に、うん、が来ちゃうと、うん、ちょっとこの人たちフランチャイズのこと分かってないなとか、うんうんうん、ちょっとみんな誤解があるなみたいなこととかもあると思うんですよ、うんうんうん、ありますあります。なので三原社長から見てこう、はい、加盟検討者に気をつけてほしいこととか、うんうん、フランチャイズについてちょっと思うところがあればぜひ、うんうん、フランチャイズチャンネルなんで、そうですよね、教えていただきたいなと思うんですけど、はい、フランチャイズっていうのは、はい、本部さんとフランチャイズさんは相互に信頼関係があって、はい、相互に理解してて、うん、その形でそのお仕事を進めていかないと、はい、絶対うまくいきません、はい、本部さんはどう考えてるんだろう、本部さんは信頼する、信頼して本部さんは何が収益の柱で本部さんにも儲かってほしい、うんうんうん、儲かってほしいって思ってる。それからあとはフランチャイジーさんを本部さんがこうやってやったらフランチャイジーさん喜ぶだろうっては本部さんも思うし、から本部もフランチャイジーさんを信用信頼すると、うんうんうん、お互いに信用信頼関係なんで、どっちかが強くどっちかが弱いだったらこれ成り立たないんですね。お互いにお互いを相思相愛じゃないとこれは成り立たないので、本部さんがそのなんていうかな、フランチャイジーさんにうちは牛本部だみたいな、うん、いうことを聞きなさいってやったらやっぱりうまくいかない、うん、からまた逆に、いやうちはね、お宅にたくさんの加盟金も払ってる、ロイヤリティも払ってる、初期投資で何千万も払ってて、大きな買い物してる大口の顧客だみたいな、だから俺は客なんだから言うことを本部は聞けみたいにやったら、それもそれでうまくいかないわけですよ。やっぱり相思相愛にならなきゃいけないっていうことをですね、考えながらやっぱり加盟していただきたいなと思います。だから本当にそのお客様になっちゃダメなんですね。で、私考えるに、まあ、まんま茶もそうですし、竹田塾さんは立派なフランチャイズだからいいですけども、まんま茶なんかまだまだ未熟なんですよ。完璧なフランチャイズなんかないんですね。で、その完璧なフランチャイズがない中で、フランチャイジーさんと一緒に、本部も一緒にですね、いいそのブランドを作る、いいフランチャイズを作るっていうためにですね、お互いにこう意見を出し合って、お互いに切磋琢磨してブランド力を高めていくっていうことを参画していかないと、これはうまくいかなくて、うちはこのたくさんお金をボンと払って完璧なフランチャイズだと思って加盟したのに、あれはないこれはないあれはないこれはない、もっとこうだと思ったみたいなね、言われても、いや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 、そうだったらコンビニさんのフランチャイズとか、もう本当にその大手のフランチャイズに加盟されるべきであって、我々みたいなベンチャーのフランチャイズに入るっていうことは、一緒にブランド力を高めていくっていうことに参画していかないと、お客様的な気持ちでやるんであれば、我々はまんま茶っていうブランドをに加盟してほしくないなと思ってます。私は本当にそのまんま茶っていうブランドをその維持する、それからその知名度を向上する、ブランド力を向上するために命かけてやってるんですね。うちの社員も命かけて夜夜中まで頑張ってるわけです。で、まんま茶なんかすごく儲かりそうじゃねみたいなね、これちょっと簡単そうじゃねっていう、そういう簡単なつもりだけでポンと加盟して、あとは本部がやってくれるんでしょ、僕はお金払ったけどあとはよろしくみたいな、いう方々は加盟はご遠慮いただいております。本部をやってる身としてはそうなんだよなっていうことがもうたくさんありました ね、 いやね、あとはやっぱり加盟する方ってその、まあ、お金をあれだけ出しますから、うん、こんだけ出したんだからやってくれるでしょみたいな方どうしてもね、一部いらっしゃいますよね。でプラス、まあ、なかなかこれは不思議な感覚だと思うんですけど、本部にも儲けてもらいたいなんていうのを加盟するときに思えるというかね、うんうんうん、まあ、思っていただける方も実際多くいらっしゃるんですよね、うんうん、でもそこの感覚が分かって、うんうん、ね、僕たちがその当然加盟してる方に成功してほしいって思うのは当然だと思うんですけど、うんうんうん、加盟してる方もだから僕たちに儲かってほしいって思ってくれる方もいらっしゃいますよね、うん、いらっしゃいます、いらっしゃいます、そういう方々嬉しいですよね。そう相思相愛 ね、はい、なのでその話
とかがですね結構グッときましたね。ありがとうございます。いやいやいや、けどこれはなかなか難しいですよね。結構ね、お金を出してもらってさらに儲かってほしいなんて思ってもらえるなんてね、なかなかね。でもね、やっぱね、本部がね、それなりにお金を持ってるってことは、いろんなことができるんですよ。そうなんですよね。例えばね、今私どもそんなにお金はないけども、彼らの要望はなんていうかというと、テレビコマーション打ってくれたんですよ。そうですよね。いやいやいや、これどれだけお金かかると思ってるのっていうね。でもね、あの本部が潤ってたらテレビコマーション全然いいですよ。そうですよね。なので本部が、潤うこと、本部が儲かることによってまたいいことがあるっていうことについてちょっともう一本なんか取れそうな気がするん で、それを続きは聞いてみてもいいですか。ありがとうございます。フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただきますよね。なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、あのコメント欄が寂しいんで、ぜひぜひあのいろんなコメントとか、まあね、あのこっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、あのメールもあるんで、いろいろあのご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。